ジェズス要塞包囲戦は1696年3月13日から1698年12月13日にかけてポルトガルが支配するモンバサのジェズス要塞をオマーンのイマームであるサイフビンスルターンの軍勢とアジュラーンスルタン国の連合軍が包囲した戦闘。3年近くにわたる兵糧攻めの末、オマーンは要塞の攻略に成功し、モンバサから ポルトガル勢力を排除した。1650年にオマーン本土からポルトガルを排除したヤーリバ朝は、徐々に勢力を拡大し、東アフリカのポルトガル利権を奪って、奴隷貿易に参画した。1660年、ヤーリバ朝は初めてモンバサを攻撃し、町を略奪したものの、そこにあるジェズス要塞を攻略することはできなかった。 オマーン人は東アフリカでの勢力拡大にあたり、アジュラーンスルタン国の支援を受けていた。1696年、オマーン軍がジェズス要塞を包囲した。要塞を守るのは50人から70人ほどのポルトガル人兵士と、彼らに忠実な数百人のアフリカ人奴隷だった。しかし上や薬病のため、守備兵や要塞に逃げ込んだ。 モンバサ住民たちは次々と倒れていった。ザンジバルの女王が要塞に補給物資を送り込んだこともあった。1696年12月にようやくポルトガル本国から援軍が到着し、オマーン軍は一旦包囲を解いた。しかし間もなく、オマーン軍が戻ってきて包囲戦を再開すると、ポルトガル兵は薬病により全滅した。その後、防衛戦は、 ファザのシャイフダウドと彼のアフリカ人家族の手に引き継がれた。1697年9月15日と12月にもポルトガルからの援軍が到着し、さらに1年間包一戦が続いた。1698年12月の時点で残る守備兵はわずかに隊長、兵士9人、被災のみになっていた。12月13日にオマーン軍は最後の攻撃を行い、要塞を奪取した。 7日後にポルトガルから救援艦隊が到着したもののもはや手遅れだった。こうしてモンバサにおけるポルトガル勢力はソマリ族オマーン人の前に降伏した。こうして約3年にわたる包囲戦が終わり、以降モンバサは1728年までオマーンの支配下に置かれた。同様にしてオマーンはアジュランの助けを得て、 スワヒリ海岸からモザンビークまでのポルトガル勢力を一掃した。ありがとうございます。